ジョージ・バターワースは、イギリスの作曲家。歌曲集、シュロップシャーの若者が有名。姓は、バターワス、バターワスなどの表記も見られる。ロンドンに生まれるが、幼くして、ヨークシャーに移り、歌手の母親から、音楽の手ほどきを受ける。子供時代から作曲に手を染めていたが、父親の意向で、事務弁護士となるべく、イートン・カレッジに通わされ、さらに、 オックスフォード大学トリニティカレッジに進んだ。しかし同行では民謡収集家のセシル・シャープや民謡を熱愛する作曲家のボーン・ウィリアムズとの出会いにより一層音楽に打ち込むようになる。ボーン・ウィリアムズとは親友同士であり、たびたびイングランドの田園地帯に民謡の財布に出かけ、二人の作風は接した民謡に強く影響されるようになる。バターワースは フォークダンスの名手でもあり、とりわけ、モリスダンスを好んで踊った。ボーン・ウィリアムズに作曲中の公共詩をロンドン公共曲へと作り変えるように提案したのも、バター・ワースだった。この作品のスケッチをまとめるのも手伝っている。こういうわけで、ボーン・ウィリアムズはこの公共曲を、個人となったバター・ワースに検定したのである。オックスフォード大学を卒業すると、バター・ワースは、 音楽の道を歩み始め、作曲の傍ら、タイムズ氏に音楽批評を寄せ、オックスフォードシャーのラドリー大学で教鞭を取った。一時期、王立音楽大学で、ヒューバート・パリーなどにも支持した。第一次世界大戦が勃発すると、バターワースは従軍した。1916年の孫無線駅において、襲撃を式中に、センチポジエールで狙撃された。 遺体の捜索はなされず、村部の戦場跡付近のチープバルの記念碑にも、バターワースの名は載せられていない。英国政府より先行十字章を追蔵され、前線の名はバターワースにちなんで名付けられた。バターワースは多作家ではなく、気に入らない作品は、戦時中に破棄してしまった。現存する作品のうち、AE ハウスマンの詩集、シュロップシャーの若者が、 最も有名である。同時代の多くのイングランドの作曲家がハウスマンの詩に曲をつけたが、バターワース作品ほど有名になった曲は一つもない。バターワースは1911年と1912年にシュロップシャーの若者による2冊の歌曲集を作曲した。今日では全曲が演奏されることは滅多にないが、そのうち6曲はそれでもしばしば演奏され、とりわけ、 僕の牛たちは耕しているのかは、最も有名である。最愛の小達よは、還元楽のための教師曲、シュロップシャーの若者の基礎となった。その他の数々の還元楽曲のうち、とりわけ、緑のしだれ柳の岸辺は時々演奏されている。バターワースは研究者から、不良の死によって、全面的に才能を開花させることができなかったと、みなされている。 ボーア戦争という辞曲に設定された詩集、シュロップシャーの若者のインサンタル題材と、バターワースの戦士に類似性があるということは、しばしば論じられてきた。しかし、第一次世界大戦に、自発的に従軍した、イギリス人音楽家は、さほど多くなく、死願の動機や理由は謎である。ありがとうございます。